今に続く日本の始まりと思われる邪馬台国。その邪馬台国には魏志倭人伝によると二人の女王が存在する。一人は卑弥呼、そしてもう一人は後継者の豊。この二人の女王は日本古代史空白の150年に一体どんな関係があるのか。その謎は伊勢神宮に秘められていた。日本の神社を訪ねれば日本誕生の謎わかる。その3、伊勢神宮にやってきました。ここは門前町として今も栄えているお花見町です。すごい人、賑やかですね。そしてここでもやっぱり神社の近くには美味しい麺がある。こちらは伊勢うどんです。ありがとうございます。こちら伊勢うどんでございます。一応絡めてお召し上がりください。はい、ありがとうございます。これが伊勢うどん、具はネギだけです。このうどんの特徴はもともとコシがないこと。その代わりいつまでも茹でていられるのですぐに出せます。参拝客がずば抜けて多い伊勢神宮ならではの工夫です。おいしい。このおつゆの色がね、濃いから濃い味かと思ったらそんなことなくてあっさりいただけます。さらに今回は麺だけでなくもう一軒、私の大好きなお店を発見いたしました。こんにちは。すいません、この小さいコップの、はい、ください。ここでね、立ち飲みをすることができるんですよ。盛らせていただきますのでね、はい、お口の方からお迎えになってください。これは行きで飲むんですか、帰りで飲むんですか。そうですね、あの行きで飲まれるとお清めということで、帰りで飲まれると直らいということで、お酒飲みのお客様がちょっとお話を作っていただきまして、往復飲まれる方もいらっしゃいます。お清めで飲んで直らいで、はい、直らいっていうのはどういう意味なんですか。神様とお参りされて、はい、一緒にお食事をするっていう、はい、直らいという行事っていうんですか、そういうものがありますので、はい、では私はお清めで一杯いただきます。でこう持たないですね、まず口を持っていくわけですね。美味しいですね。帰りは直らいでまた一杯飲みます。伊勢神宮は大きくは内宮と外宮に分かれている。内宮に祀られているのは天皇家の祖先とされる女神天照大御神。一方、外宮に祀られているのは豊受大御神。豊受大御神とは天照大御神のお世話をするため他の場所から移ってきた女神だという。伊勢神宮には141座の神々が祀られているが、この二人の女神だけ特別な宮が建てられている。天照大御神と豊受大御神、なぜ二人の女神なのでしょうか。ここに多くの謎を解く鍵がありそうです。その謎を解くために後から来た豊受大御神がもともといたという場所に行ってみたいと思います。それは京都府の天橋立の近くにある神社だったのです。ここはこの神社、なぜか元伊勢と呼ばれています。建物が伊勢神宮とよく似ているのですが、その他にも共通点みたいなものはあるんですか。で、本殿の欄干のところにですね、はい、赤、青、黄、白、黒の据え玉というものがあります。据え玉、はいはい、こちらはですね、伊勢神宮と当社にだけしかない、まあ、高い格式を表すものというふうに伝えられております。これはまあ中国のね、陰陽五行から入ったと言われておりまして、はい、その方角を守ると、神様をそのいろんな色のついた据え玉によって、悪いものが入ってこないように守るというまあ意味もあるというふうに言われております。豊受大御神はこの神社の奥の宮にいたと言われています。案内していただきました。そもそも豊受大御神という神様はどんな神様だったのでしょうか。はい、天照の神様が、まあ、太陽神ということを言われておりますけれども、はい、豊受の神様は、まあ、その対の神様として月神というふうに言われております。月の神、月です。そうですね、はい、太陽に対して月ですね、はい、まあ、日月という関係がある神様ですね。入り口のところに竜がこう玉を持って、はい、いましたよね。そうですね、その竜と、はい、あのこちらの神様とは関係があるんでしょうか。そうですね、豊受の神様のお使いとして竜があります。その竜が持ってますのが潮満玉、潮昼玉と言います。これは、海の潮の干満を司ると。すなわちその昔はですね、引き潮の時は、まあ、人が死ぬ、そして満潮の時には、まあ、子供さんが生まれると。豊受の神様は、生命誕生を司る。そうですね、そう言っても過言ではないですね。この神社は2000年前から連綿と続く伝統を守り続けてきたという。それを示すのが
2070年前の中国の鏡である。この鏡は宮司である天部家に代々手渡しで伝わったものだ。さらに古代日本を今に伝える貴重なものがある。今回特別に代々伝わる家系図を見せていただけることになりました。国宝に指定されている家系図はただ一つなんです。古代から伝わるこの家系図は神話の時代から始まり、途中から実在の人物が登場してくる。この神社には2つの家系図が残されているが、一方にはそれぞれの時代の人物が詳細に記されている。そして3世紀を記した箇所には驚くべき人物の名前があった。この中に姫の御子と、ね、姫子とそれから僧女 の豊というものがこの辺に当てられておるんではないかというふうに言われてるんですよ。国宝の家系図に邪馬台国の女王卑弥呼と豊の名前が登場している。さらに遡ると神話の時代にはなんと豊受大神の名前があった。邪馬台国の女王と大和朝廷の女神がなぜ同じ家系図に記されているのか。古来日本には優れた人物を神として祀る伝統があった。豊受大神とは女王豊が死後神として祀られた姿ではないのか。そして豊受大神と次いである天照大神とは卑弥呼を祀ったものではないのか。二人の偉大なる女王はあの空白の150年間に邪馬台国が発展し大和朝廷につながっていく礎を築いたに違いない。つまり箸墓古墳に眠る日本最初の王とは卑弥呼か豊だと考えられるのだ。日本古来の信仰は今日まで受け継がれています。例えばこのしめ縄は神聖視されていた蛇をかたどったものだそうです。ではここでクエスチョンです。古代日本では蛇は信仰の対象でした。そこで蛇の形が正月に見られるあるもので表されるようになったという説があります。ではそのあるものとは一体何でしょうか。形に似てるなって思ったんですけど、ほうほうほう、あ、どうだろう、うんうん、こちらの伊勢神宮の宮大工が始めたと言われる伊勢の漆器純慶の茶碗御膳をプレゼントいたします。さあ、見られるものってそれは何を指している形が表されております。お正月に見られるものとはこちらのことです。それでは正解です。神社にはこのように蛇がトグロを巻いた形で奉納されているところがあるそうです。それがこのようになったというわけです。というわけで正解は鏡餅でした。鏡餅はお正月に豊穣の神である蛇を迎え入れるためにその姿を餅で表したものだそうです。日本という国はどこで誕生したのでしょうか。それが最近やっと明らかになりつつあります。その最有力の場所があちらです。奈良県のほぼ真ん中、三輪山の麓に広がる纏向遺跡である。この遺跡は古代日本の謎を解明するために欠かせないものとなりつつある。古代日本には歴史上の空白があります。中国の文献には3世紀半ば邪馬台国という国があったと記されています。しかし次の記述は5世紀、つまり150年間の空白があるんです。一体その150年の間に何があったのか。邪馬台国の記述があるのは3世紀半ばまで、そして次に日本の記述が現れるのは5世紀で、大和朝廷がすでに誕生していたと思われる。空白の150年間にこそ日本誕生の知られざるドラマが秘められているのだ。それを解き明かす手がかりがついに見つかった。2000年以降急速に発掘が進んだのがこの一帯の纏向遺跡です。そしてここに3世紀頃広大な都があったことが分かりました。3世紀といえば邪馬台国の時代、そこでこの一帯が邪馬台国の首都だったのではないかと言われ始めたんです。発掘するにつれてここは日本で初めて計画的に作られた都市であることが分かってきた。それは東西2キロ南北 1.5 キロの大規模なものだった。さらに纏向遺跡の中に作られたのが最初の巨大な王の墓と言われている箸墓古墳です。この箸墓古墳が作られた後に日本各地に同じ形の墓、前方後円墳が作られていった。このことはまさに統一王朝の誕生を意味しているのだ。ということは
この墓に眠る人が誰だか分かれば日本の最初の王が分かるということになりますね。さらに日本誕生とともに生まれたのが神社です。そこで日本古来の神社を訪ねれば日本誕生の謎が解ける。なぜなら神社には古代実際に起きたことが神話となって秘められているからだ。それを解き明かせば日本誕生の真実が見えてくる。果たして空白の150年に一体何があったのか。邪馬台国の謎は解けた。日本誕生空白の150年。しかし月向遺跡は奈良県大和地方三輪山の麓に広がっている。この多くの古墳を含む広大な地域が一つの都だったという。その発掘が進むにつれて古代日本がどのように作られてきたのか驚くほど明らかになってきている。そして今日本古代史最大の謎も解き明かされようとしている。ここに纏向遺跡から出土した様々なものが展示されています。興味深いものがたくさんあるんです。まず最初に分かったことはこの地には日本中から人が集まってきていたということです。それを示すのがこの土器です。ここにあるのは日本各地の土器でお米を炊くためのお釜だったんだそうです。ということは各地から人々がやってきてこれを使っていたということになりますね。さまざまな地域からやってきた人々は実は力を合わせて日本最初の都を作っていたと考えられます。出土した土器は北陸、関東、山陰、山陽、東海、九州にまで及びます。まさに日本中から纏向に人々が集まってきていたのです。さらに面白いものが見つかりました。これ一体何だか分かりますか？鼻の穴がちゃんとあってリアルですね。実はこれ日本最古の木の仮面なんです、これは一体何に使われていたものと考えられているんですか？はい、これはですね、纏向遺跡の中で、農耕に関するお祭りをやった時に使われたお面だというふうに考えられています。ただ纏向遺跡は農業をもともと行わない遺跡だというふうに言われているんですけれども、おそらく纏向遺跡にいたですね、王様たちが自分たち そのテリトリーにある国の中のですね、一般的な集落村においてそのお米がたくさん豊作になるようにとかですね、そういったことを農業のお祭りを纏向遺跡の中で取り行ったと。この仮面実は桑を改造して作られたものだそうです。この丸い口の部分に絵がはまっていたんです。この仮面は様々な儀式に使われた道具と一緒に見つかりました。不思議なことにそれらは一箇所に集められ燃やされてから埋められていたのです。儀式に使ったものを全て処分してしまうというのは現在に例えると、そうですね、今でしたら特に神社さんなんかで行われるような神道系の、もともと日本に、あるお祭りですけども、そういう神道系のお祭り、あるいはその民間の民族行事、そういう中にやはりその一旦使った道具をまた次の祭りの時に神様のあれに使うのは良くないと、一旦使ったものは全部捨てるんだというようなことが今でも神道のお祭りではありますので、非常にそれによく似通っているということですね、はい、確かに正月が終わるとしめ縄や浜屋を燃やしますね。その伝統はこの頃すでに生まれていたんです。当時の町づくりの様子も明らかになってきました。これは発掘された水路の模型なんですが、この調査によってどんなことが分かったのでしょうか？そうですね、周りにですね、この矢板と言われる板を、杉とかヒノキの板を加工した、これですね、こういう板材を、大量に打ち込んでですね、総延長は1キロを超えるほどの、距離の溝が掘削されたというふうに言われてますので、おそらく纏向遺跡が出来上がった時に当初のその都市計画に基づいてこの溝が人工的に作られたものだろうと、その辺で纏向遺跡というのが非常にその都市計画がですね、初めからしっかりとしていたんだということが分かると。そして驚いたことに纏向遺跡では当時の庶民の住居跡は一つも見つかっていません。出土したのは全て高床式住居だったのです。そういった住居に暮らしている人たちは特別な地位にあるとか、階層が上の人たちがここに集まって住んでたんだろうというふうに考えられています。つまり纏向には日本各地のリーダーだけが集まっていたのです。では纏向遺跡が広大で特別な都であったということは、時代から考えると邪馬台国の首都であったのではないかという説にいきますでしょうか？まあそうですね、特に近畿に邪馬台国があったというふうにお考えの人は纏向遺跡をその筆頭候補として考えておられます。ではなぜ日本最初の都はここに作られたのか。それはここが町を見下ろす三輪山の麓だったからと考えられている。
三輪山は縄文時代から信仰の対象だったと言われています。そしてあの山を御神体とするのが日本最古の神社大神神社です。神社に行けば日本誕生の秘密がわかる。その1、大神神社。最古の神社とは一体どんな風なのでしょうか。大神神社の平岡さんに案内していただきました。古い日本の神社の形がわかるのです。紅葉はまだですね。そうですね。こちらが締め柱。締め柱、はい、立派ですね。あの鳥居のようなものですね。はい、一つこういった神聖な場所でこの中がということを示すようなもの、締め柱、はい、昔は実際に木に立てたりもしてたらしいです。あ、そうなんですか、はい、じゃあ木と木の間にこの、そうですね、締め縄を渡していただく、はい、これが鳥居の原型だそうです。それでこう作ってますけど、ね、はいはい、こちらが拝殿ですか。はい、こちらが当社の拝殿。神社にご参拝されますと、はい、拝殿という建物があって、その奥に、まあ、神様が静まっている本殿という建物が実際にはありますけれども、はいはい、当社の場合にはこのちょっとこの裏にそびえてます宮山というお山が、まあ、神様のご神体なんです、ですけど、その神社と違いまして、当社には拝殿しかないという、本殿がなくてもお山自体がもうご神体なので、この拝礼をする拝も拝殿しかないという、それがまあ神社の一番の特徴なんですね、はい、山そのものをご神体とするのは最も古い神社の形だそうです。ところで古代大神神社が飢饉に備えて保存食として作り始めたものがあります。それが三輪そうめんです。神社のそばには三輪山名物三輪そうめん、寒い時はこうやって温かい乳麺にして食べます。ではいただきます。うん、お出汁のね、いい匂いがしてます。これはね、山菜乳麺なんですよ。ほら、麺がピカピカ光って細いです。喉心地爽やか、とっても美味しいです。これね、もう一杯食べられます実は腹ごしらえをしたのはやるべきことがあるからです。これからお山に登ります。しかし勝手に登ってはいけません。こちらで、お山に登る、申し込みというか受付をしなければいけません。こんにちは、お世話になります。お山に登りたいんですが、はい、初めてでございます。はい、そうです。おおむね2時間ほどかかりますが、よろしいですか。はい、はい、それではおところとお名前とお電話番号、そして初捕虜として300円申し上げます。こちら入山のお助けでございますので、どうぞ、はい、これを首からこういうふうに、おかけいただきまして、下山の際にはこちらへお返しをいただきます。はい、ここにかけて、これでいいんですね。はい、かけて、そしてまずこちらで行ってきます。実はここから先はどんなカメラも持っていくことは許されていません。この山にあるものは自分で登ってみてくるしかないのです。私が登ったのはこの山です。そして2時間後、ただいま下山いたしました。いやー、山頂は大変神聖な空間といった感じです。でも多くを喋ってはいけないんだそうです。山頂付近には大きな岩があって、全てしめ縄で飾られていました。それは岩倉というもので、撮影をすることはできません。ここは山の麓です。こちらの岩倉は撮影することができます。岩倉というのは神様がいらっしゃる場所なんだそうです。三輪山にはこのような岩倉が無数にありますが、それぞれに神が降りたと言われています。だから三輪山は最も神聖な山とされ、その麓に都が築かれたのです。では纏向遺跡の出土物からクエスチョンです。それはある動物をかたどったもので、王の葬儀に使われたのではないかと言われています。というのも、その動物、死の世界から生の世界へと魂を導くものと考えられていたからなんです。では魂を死の世界から生の世界へ導く、その動物とは一体何でしょうか。
白蛇を脱皮していってどん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 とこう大きくなって、うん、そういうところからすると一つ新しいところ出てくるということからすると、うん、僕は蛇かなという、うん、これ間違いを取ったら確認していたかなってことが一つですね、うん、それともう一つやっぱりさっき皆さんおっしゃったようにちょっと宮田の声うまいんですけどやっていいですか朝ね声ちょっとトスが第一問の正解をどうぞ死の世界から生の世界へそれは毎日起きていると古代人は考えました夜から朝ですというわけで正解はこちら鶏でしたこの鶏の羽は最古で最大のものなんだそうですほんと大きいですね鶏は夜明けに鳴くことから夜から朝への橋渡しを行うものそのため王が死んだ時に死後の世界夜から生の世界朝に魂を引き継ぐ儀礼に使われたと考えられていますそこで鶏の埴輪が発見されたことはこの巻き向くで王の継承が行われたことを示しているのです正解は鶏でよかった山にある岩倉に降りた神の中で山頂に降りてきた最も重要な神様が大物主の神です実は大物主の神は現在の島根県出雲の神様その出雲の神様がなぜか奈良県大和地方に舞い降りこの地の巫女と結婚したというのです出雲の神様と大和の巫女の結婚これは出雲と大和の強力な結びつきを示すものだったのではないでしょうか日本書紀でも大物主の神は大和朝廷を作ったと称えられている日本誕生には出雲が深く関わっているようだ日本古来の神社を訪ねれば日本誕生の謎が解けるというわけで2番目にやってきたのは島根県はこちら出雲大社出雲大社です出雲大社は縁結びの神様として人気がありますそれは祀っている大国主の御事が神話の中で女性に大変モテたからですそして再び神社の近くにはなぜか美味しい麺類があります三輪そうめんに続いて次はこちら出雲そばですではいただきます出雲が飢饉に備えたのもやはり麺類でしたそばは痩せた土地でも育つのですコシがあって大変美味しいです出雲の国について日本書紀は3分の1を費やしその重要性を伝えているしかし近年までその記述のほとんどは神話の世界のことで出雲には古くから神社があっただけと考えられていたところが20年ほど前から大きな発見が相次ぎましたそして出雲は実在する国だったと考えられるようになったのですおびただしい数の剣や銅鐸の発見それによって出雲が弥生時代最大の青銅器文化を持つ国であったことが明らかになったさらに決定的だったのがこちらの巨大な柱の発掘ですこれによって出雲大社が古代の文献に書かれていたように壮大なものであったということが分かったんですこの直径1メートルを超える木を3本束ねて一つの柱にしていたというのですかつて出雲大社は今の高さの2倍48メートルあったという説がありますその説に基づいて作られたのがこちらの10分の1の模型なんです神官の大きさと建物の大きさ比較してご覧ください壮大だったことがわかります神話の中に出雲の神が大和の神に国づくりに協力したお礼として巨大な神社を建ててもらったという話が出てくるその巨大な神社がなんと実在したこれは現実にあった出雲と大和の同盟関係を決定づけるものではないのか近年出雲が強大な国であったことを感じさせる大きな集落の跡が見つかりましたそれがこちらの麦番田遺跡です麦番田遺跡は弥生時代最大級の集落で300年間も栄えたおよそ900の住居跡と30の墓が見つかっているそこで重要なものが見つかったこちらは出土した鉄の道具です約400点ほど見つかったんだそうです古代鉄は最強の武器だったこれまではその鉄を九州が独占していたと考えられていたしかし麦番田遺跡の大量の鉄の発見によって出雲が九州に対抗する勢力であったことが分かった出雲の軍事力と大和の宗教的権威が結びついた時強大な国が生まれたに違いない実は天皇家の三種の神器の一つ草薙の剣もやはり出雲で作られたといいます、
出雲はその後も豊富な砂鉄を利用して日本有数な良質な鉄の生産地になりました。出雲の鉄作りは現在にも受け継がれています。ではここでクエスチョンです。鉄の生産地となった島根県には鉄作りに由来する伝統芸能があります。次の3つの中からお選びください。1鉄を打つリズムから生まれた出雲太鼓。2火に風を送る冬子から生まれたからくり人形。3砂鉄をすくう動作から生まれた土壌すくい。123どれでしょう。